結論から言ってしまえば、リニア開業は困難を極める。静岡県の川勝平太知事が辞職してもだ。同知事は4月1日に行った新規採用職員向けの訓示で。県庁はシンクタンクだ。毎日毎日、野菜を売ったり、牛の世話をしたり、物を作ったりとかと違い、基本的に皆様方は、頭脳、知性の高い方たち。それを磨く必要がある。 と発言。批判が殺到し、2日に6月議会で辞任すると突如、表明した。3日の記者会見では2つの辞職理由に言及。一つは、先の失言で、もう一つは、リニア問題に一定のめどがついたことを挙げた。川勝知事は、この段階で、リニアの問題が、一区切りというか、ちょっと立ち止まるしかない状態になった。従来とは違うことになった。 JR 東海がリニア中央新幹線の27年開業を断念したことがあると述べた。これに実業家の堀江貴文氏は X で邪魔して満足ってことなのか。ほんと迷惑だな。とも批判。元財務省官僚の高橋洋一氏も自身の YouTube 動画で延期はこの人のせいだよね。 この人がいなくなったら、少なくとも、前よりは良くなるだろうね。と、こきおろした。他県の人から見れば、その通りだろう。だが、川勝知事が初当選した9年を除く、県知事選で圧勝し続けていることを忘れてはならない。地元メディア関係者は、川勝知事の絶家は今に始まったことではなく、過去には、県議会にはヤクザ、ゴロツキが多いや、御殿場には、 コシヒカリしかないと暴言を吐いたこともある。それでも選挙をやればワンサイドゲーム。それだけ静岡県民に支持されているから恐ろしい。と語る。これに前出の高橋氏は、選ばれる理由がわからない。民主主義といえば民主主義だけど、選んじゃった静岡県のせい、県民のせいでもある。と言い放ったが、川勝知事の 強さの真髄を分析せずして打倒は不可能だジャーナリストの辛坊二郎氏は自身のラジオや関西の番組で静岡県民の大半がリニアの建設計画に反対で川勝知事が JR と大喧嘩してまで潰そうとしているからだと指摘同知事はリニア反対の理由について大井川の水質 供給量の変化や南アルプスの環境問題を挙げている。これに加え、辛坊氏は、東京と中部地区、大阪地区を将来的に結ぶ大動脈が静岡を通っていない。そこに駅もないということに不快感を感じていたのだろうか少なくともそういう不快感を持つ静岡県の世論を受けて知事をやっていたということなのかしら と推察した。その上で、次期兼知事選も、リニア反対派の候補が有利になると断言。川勝さんほど、堅くなじゃなくても、対与論を見たときに、そう簡単に工区の工事に賛成するとは、思えないんだよね。と述べた。静岡出身のマスコミ関係者も同意する。川勝知事が辞めたからリニア計画が進むと思ったら、大間違い。 これまでの知事の発言などで多くの県民が工事による環境破壊の影響は大きいと考えている。それに静岡県はリニアなど通さなくても東京、名古屋まで光で1時間、大阪まで2時間、必要性を全く感じない。作ったはいいがアクセス悪すぎの静岡空港というトラウマもある。徳川家康公のお膝元である。 静岡県は独自のコミュニティを形成しているスズキやヤマハといった大企業創業の地であり県下には鉄道バススーパーマーケットなどライフラインを網羅する製鉄グループ商社ではスズヨグループエネルギー関連事業を手掛ける東海ホールディングス銀行では静岡銀行駿河銀行が強い ある意味で独立しているんですよね。だから国からの圧力にも駆使しない。リニア計画は事実上の国家プロジェクト。川勝知事がうまかったのは国との対立軸を作ったこと、同、マスコミ関係者。川勝知事が街頭演説をすれば、たちまち人で溢れかえる。今回の出現はさすがに度が過ぎるが。聴衆は川勝知事の洗い物言いを洗って聞いている。 国会の出現王、麻生太郎さんに通ずる部分がある、前室、地元メディア関係者。目下ライバル陣営は6月辞職後。出直し出馬もあるのではないかと警戒感をあらわにしているという。ともかく、リネア問題はまだまだもつれそうだ。以下は、ネットユーザーの反応をまとめたものです。もし、川勝氏が本気で、 リニアの工事による懸念から守るつもりなら、どんなに問題発言を繰り返そうと。リニアに関しては、ある程度指示があったのだから、途中で投げ出さず、最後までやり尽くすはずだと思うのですが、川勝氏のリニア延期で一区切りついたからやめるという、姿を見ると、川勝氏が必要にこだわってきた、大井川の水や南アルプスに対する懸念がそもそも、本当のことなのか。 川勝市のリニアに対する懸念にどれだけ信憑性があるのか疑問符がついてしまう川勝市の大井川や南アルプスを守る覚悟は初戦途中で投げ出す程度のものだったのかと思う静岡が東西の大都市圏に挟まれながらも独自の産業構造を持ち経済的に独立しているというのはその通りただ注意しなければいけないのは言葉は 悪しかも、し、いずれにしても、リニア新幹線が静岡県に直接的メリットをもたらさず、むしろ、デメリットが目立つという現実的側面を解決しなければ、リニア新幹線工事は先には進まないに違いない。ここは、国の出番じゃないんですかね。 JR と静岡県の間を取り持つなどというような第三者的立場はそれこそ国益に反していると思うんですけどね国は当事者として旗をもっと振るべし技術は使わなければ発展しないかつて世界で唯一だった日本のリニア技術ヨーロッパ各国の技術とは一線を画した本当のリニア技術は日本にしかなかった今は 中国でも似たような技術が発展している。あちらは国土が広く平坦な土地も多い。より発展する可能性も高い。日本は国土的に常に山に行き当たるため、トンネル技術の革新や様々な技術の積み上げで、より難易度が高く安全性の求められるリニアの実現を図っている。ここには大きな技術革新の可能性もある。 国家技術として皆の協力を得て進めていかなければならないが地の利とならないという理由で川勝のようなやからをのさばらせて嘘つきで誠実さも信念も真摯さも感じられない人間を当選させる静岡の選挙民が、アメリカトランプ支持層に見えてしまう悲しいことですやたら川勝知事を持ち上げているので違和感ありまくりだ でもなぜ静岡県民はこの人を支持していたのか理由がわからない静岡県民だけどこの人に投票したことは一度もない静岡は東部中部西部と分かれているが中西部の票が多いのだろう東部は中西部とは昔から隔絶されているんだよねそういうことでは合計指名された立憲の渡辺山根は東部出身だから出馬しても落選するかもね 川勝の目論みが外れ、リニア工事が前進してほしい。